マティアス・ヘッス・アルメーダはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の元同国代表の元サッカー選手。現サッカー指導者。ポジションは MF で主にボランチとしてプレーした。豊富な運動量から7つの肺を持つ男、2つの心臓と4つの肺を持つ男の異名を取った。また、挑発にもかかわらずエルピラドの愛称で呼ばれた。現在は メジャーリーグサッカーのサンロゼアスクエークスの監督を務めている。CA リーベルプレートでサッカーをはじめ、4つの異なる国でプレーし、キャリアのほとんどをイタリアのクラブで過ごした。また、アルゼンチン代表としてアトランタオリンピックに出場して銀メダルを獲得したほか、FIFA フフワールドカップにも2度招集されている。ブエノスアイレス州アスルで生まれたアルメーダは、 地元及び全国的に競合の CA、リーベルプレートでプロキャリアを始めた。当初はレオナルド・アストラーダの控えを務め、その後はレギュラーとして1996年のリリーグ優勝に貢献した。1996から97シーズン、スペインリーガ・エスパニョーラのセビージャ FC に当時のアルゼンチン人選手として最高の遺跡金900万ドルで加入した。 セビージャでは、レギュラーとしてプレーしていたが、クラブは1シーズンで降格した。その後、SS ラツィオ、パルマ AC、インテルナツヨナーレミラノと7年の間に、イタリアセリエ A のクラブを渡り歩いた。ラツィオでの3シーズンでは、パルマの GK ジャンルイジ・ブフォンを相手に35ヤードもの、ゴールを決める、当ファンから人気を集め、1999から2000。 シーズンのリーグとコッパイタリアの2冠に貢献した。また、UEFA カップビィーナーズカップの最後の年では、RCD マイオルカとの決勝戦に先発出場し、タイトルを獲得した。2002年夏、ブラティスラフ・グレシュコとの交換で、インテルナツヨナーレ・ミラノに移籍し、パルマ時代のように再び同胞とコンビを組んだ。それから2年後、アルメーダはイタリアで最後のクラブとなった。 ウレシアカルチョに自由遺跡で加入したが、翌年に、下から2番目の順位で、セリエ B に降格したため、母国に戻り、コパリベルタドーレスを戦うキルメスエシーンに遺跡。チームが大会から敗退した後に、現役引退を発表した。サッカーから離れていた1年半の間にアルメーダは、アルゼンチンを代表として、ディエゴ・マラドーナと共に、世界中のショーボールツアーに参加し、 スペインで開催された屋内サッカーのワールドカップにも出場した。その後、同胞のホセオスカルフローレスと共に、ノルウェーエリテセリエムの強豪 FK ンに入団した。2007年5月13日にデビューしたが、主にリーグ戦は控えで、ノルウェーカップでは、レギュラーという状態が続き、同年に放出された直後に、再び引退をした。2009年1月16日、 36歳となった、アルメーダは故郷に戻り、四部プリメーラシーの CA フェニックスと契約を結んだ。短期の在籍の間で二度退場した。2009年8月19日、キャリアを開始したリーベルに、再び入団し、当時の同僚マルセロガジャルド、アリエル・オルテガと再会した。二千十一年六月、クラブ史上初の二部に降格し、翌月十七歳のアルメーダは、 監督に任命されたため引退した。1996年4月、ボリビア戦でデビューし、アルゼンチン代表として35試合に出場した。また、デビューからほどなくして、アトランタオリンピックのメンバーに選ばれ、銀メダル獲得に貢献した。1998FIFA ワールドカップでは、前後試合にスタメン出場。2002FIFA ワールドカップは1試合のみ、出場。 エビー、テニアムーチャスガナス2002ワールドカッププロフィール、ブレッシャブーステトバイアミダ、アミダ、ワイエルツル、フロレスリグレソンアルフットボールイエノラリーガノルエガ、アミダ、デラフアソデリーバー、エラプリメラシー。 Fine, home, and f a v o r e h targets http://www.marca.com/.2011/.06/.28/.futbol/.futbolinternational. アメリカ13億924万 379?html。ありがとうございます。